荒戸沢ダムは、宮城県栗原市、一級河川、北上川水系に挟間川に建設されたダムである。農林水産省東北農政局が造成し、宮城県栗原地方ダム総合事務所が管理する包み高74.4メートルのロックフィルダムで、挟間川支流の2挟間川の灌溉と治水を主目的とした多目的ダムであり、ダムによって形成された人造湖は、 藍染子湖と命名された。岩手、宮城内陸地震にて上流で山体崩壊した後は、アラトサーダムの上流崩壊地として、日本の地質百選に選定されている。この地震による山体崩壊によって、ダム湖において津波が発生したものの、崩落土砂の量がダム貯水容量の1割程度だったことや、梅雨入りを前に貯水量を下げていたこともあって、津波が ダムの停滞を超えることはなかった。地震動により、停滞の沈下が見られたが、直ちにダム本体の安定性、安全性に危険を及ぼすものではなかったものの、推定150万立方メートルの土砂流入による貯水容量の減少や、取水設備の損傷により、離水、治水機能の低下が見られた。このため、農林水産省東北農政局は、直轄災害復旧事業により、 地滑りツチくれの安定性、安全性を失わない範囲での流入土砂撤去と土砂撤去ができない不足容量分を補う施設としてダム下流の栗原市沖淵内に約56万立方メートルの代替調整地を造成した。流入土砂の撤去工事、代替調整地の造成工事中の平成23年3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生したが、 いずれも大事には至らず、平成23年度中に災害復旧工事は完了している。ありがとうございます。